ラファール、航空機。ラファールは、フランスの脱走者が開発した、戦闘機。フランス空軍、海軍で、マルチロール機として運用されている。当初フランスは、イギリス、ドイツとの共同開発で、欧州戦闘機開発を行っていたが、軍事的、政治的理由、口実で脱退。その後、単独で開発に着手し、完成させた。クロースカップルドデルタ。 と呼ばれる無病翼デルタ式にカナード翼を組み合わせた翼を持つ。機体名称はフランス語で疾風、突風の意味。1980年代初めに使用ッパ諸国で戦闘機を共同開発をする計画が上がり、当初フランスもその計画に参加していた。この戦闘機はフランス以外の国では陸上戦闘機として使用するため、 機体サイズ制約はなかったが、当時は、欧州各国で唯一、フランスだけがクタール型航空母艦を保有しており、その艦上機としての運用も考えていたフランスは、機体サイズに関するフランス案の採用を求めていた。空軍は、ミラージュ海1とミラージュ2000、海軍は、シュペルエタンダールと LTV 海マイナス8位の、後継機をそれぞれ必要としており、前者を戦術作戦機、 アビオンデコンバットトクティック、アクト、後者を海軍作戦機、アビオンデコンバットマリーン、アクムと呼び、空軍海軍両軍は、アクトとアクムを共同で試作用作戦機、アビオンデコンバットエクスペラーマネイトル、アックスとして開発することにした。これが、後のラファールの原型である。フランスは、自国産のエンジンに執着しており、サフラン社、2005年にスネクマ社と、 サジェム社が合併して、設立の M88 エンジン、水力 7600kg の採用を強く主張した。しかし、より高性能な国際共同開発、事実上は、イギリス政府と催眠英化前の RR が主導の、ユーロジェット EJ200 を搭載するということで、フランス以外の国では、話がまとまってきており、出力の低さが、 機体規模を制約する M88 エンジンが採用される可能性は皆無に等しかった。当時のスネクマ社は経営状況が思わしくなく M88 の採用に会社の存亡がかかっていると言っても過言でなかったこと。フランス政府にとっては自国の産業を守る意味でも各弾頭、ミサイル、原子炉のすべてを国産した核戦力同様に 全方位戦略の後ろ盾としての外国の移行に左右されない自国製戦機用エンジンの確保という意味でも妥協はあり得なかった。また陸上基地から発着する空軍機としての運用を主眼としていた他国と異なり2隻のクタール空母を保有するフランスは生産機数の空になる海軍機として強用できるかどうかは総生産機数と単価に関わる重大事でもあった。 保有するクレマン総級は正規空母とはいえ排水量は SX 級と同程度であり、カタパルトの能力ではより劣っていたことから運用できる機体型着については20トン程度が限度であり、後にシャルルドゴールとして結実する原子力空母がより新型のカタパルトや着艦高速装置を搭載するにせよ。 ドックによる船体の上限、その船体が支える飛行甲板面積の制限がある。以上、大型艦上機は飛行甲板でのハンドリングにおいて不利に働く。そのため、フランスには M88 を捨ててまで国外製エンジンを搭載したより、大型大重量の戦闘機を採用するという動機に欠けていた。関係各国で粘り強く話し合いが続けられていたが、 結局フランスは最後まで妥協を拒み1985年7月に共同開発計画から脱退。8月には自国単独での戦闘機開発を進めることを決定した。これによりイギリスの BAE 社とドイツの MBB 社は共同でエッサ欧州作戦機の開発をすることにした。この計画で開発されたのが後のユーロファイター台風運である。こうしてフランスは 自国で新戦闘機開発を行うこととなり、1990年代後半の運用開始を想定して開発作業を行っていった。単独での兵器開発は共同開発に比べて国家間での調整は不要となる。それゆえ、台風のような参加各国との調整に時間を取られることはなかった。ただし、M88 も完成で言えば、 EJ200 と同時期であることや、部隊配備もユーロファイターと指して差がないことら、開発開始時期で先行していても一国で、用意できる資金の限度が開発を長期化させる、傾向を読み取ることができる。そもそも国際共同開発の目的は、複数国の需要をまとめることによる、開発資金の確保にある。ラファール技術デモンストレーター機は M88 よりも150キロほど、 重いアメリカ GE 社製の F404 エンジンを搭載するように設計された。設計時点で M88 の完成品は存在せず、高圧コンプレッサーの地上試験が行われている段階であり、進捗はフランス政府の資金の投入に左右されていた。エンジンの完成を待ってインテグレートを行った場合はさらに数年の時間が見込まれたであろう。アックスは 自長9トンほどで、空対空戦闘には、空対空ミサイルを6発、空対地戦闘には3 5 0 0ラムの兵装を搭載でき、作戦行動半径6 5 0トルの性能を持つ機体とされた。1983年初頭に、ラファールと命名。当初は2機のデモンストレーターを用意する予定であったが、結局1機のみとなり、1984年3月に、 製造が開始された。ラファール A ナンバー01がロールアウトしたのは1985年12月14日であった。地上試験後、ラファール A は1986年7月4日に初飛行し、マッハ1.3、数日後には現代戦闘機の最高速度に近い、マッハ1.8を記録したアメリカの場合、初飛行では降着装置を出したまま、 制限付きで飛行することが多い。ライバルに当たる EP は8月6日の初飛行で、マッハ1.1を記録している。ラファール A は1986年9月、イギリスで行われたファーンポロー航空ショーで一般公開された EP、エクスペリマントルエアクラフトプログラムも参加。搭載したカイ404は、すでにカイ A-18 のエンジンとして量産される一方で、M88 は開発途上であり、実際、量産型となる M88 から2の納入は1996年となったが、回404搭載による早期戦力化は素性にも上らず、あくまで軽量の新型エンジンである M88 を搭載した戦闘機として開発が継続された。 ラファール A は1987年4月30日に空ーボ・クレマンソーへのアプローチ試験を実施した。1988年7月4日から8日にかけ、姉妹艦のフォッシュも使用し、85回のアプローチ試験を行う。また、1989年にはクレマンソー・フォッシュ両艦で92回行われた。これと並行し、300回以上も、 陸上飛行場でも空母着艦を想定した試験が行われた。これら試験の結果、旧型機のシュペルエタンダールよりも時速 9km 遅い時速 222km でのアプローチが可能なことを称した。1989年4月、デジタル操縦システムの試験を開始、7月12日に完了。完了した段階で飛行回数百六十回、飛行時間、 430時間50分を超えた。この間、最大青は、向かい角32度、最小速度時速 148km、低高度最大速度時速 1390km を記録。1990年2月に、ラファー・ルル・ェイは、右エンジンを F404 から M88 から2に変更。試験飛行を再開する。さらに月には、左エンジンも変更し、 水力不足に陥るが試験飛行を繰り返し、1992年10月30日に飛行回数708回、飛行時間約1000時間に達する。その後、867回目のフライトを最後に、1994年1月24日、退役、オルレアン近郊のシャトード空軍基地に保管されている。しかし、冷戦の終結による、 国防予算削減の影響により、計画は、次第に、遅れが出始めた。また、配備数も、当初空軍が、ミラージュ2000の後継として250機、C 型225機、B 型25機、海軍が、海 8E、e、FN とシュペルエタンダールの後継として、M 型を86機導入する予定であったが、空軍は234機、C 型95機、 B 型139機、海軍は M 型60機に削減された。なお、空軍の配備数内訳で複座型の割合が増えているが、これは複合任務を行うには複座が適しているとのことからである。また、海軍では同様の理由から導入する60機のうちの25機を複座型のファール N とする計画もあったがキャンセルされた。現在、 ラファールは海軍型であるラファール M が重点的に生産されている。これは空軍が使用しているミラージュ2000が比較的優秀で成功を収めた第4世代ジェット戦闘機であるのに比べ海軍が艦上機として長らく使用していた旧式の第2世代機に相当する海マイナス 8EFN の陳腐化、老朽化が顕著であり、早急に更新を進める必要があったためである。 艦上攻撃機のシュペルエタンダールも、元より作戦機としては物足りない性能であったことに、加え、やはり旧式化しつつあることから、マルチロール機のラファール M への更新が進められている。海軍への引き渡しは2000年から始まり、2003年に IOC、初期作戦能力を獲得した。一方、空軍には2002年から引き渡しが始まり、2006年6月に IOC を、 獲得した。2007年頃からアフガニスタン紛争で実戦投入されているほか、2013年1月、フランスがマリ共和国のイスラム系反政府勢力に対して行った軍事介入セルバル作戦にも使用されている。2014年9月にはイラクに展開する過激派組織アイッセルの物資集積拠点にグブーマイナス12を投下。 破壊する作戦に従事した。ラファールは、クロースカップルドデルタ翼機である。後体角は45度で、翼端をカットしたクリップドデルタである。無尾翼デルタ翼の場合は、低翼配置にする例が多いが、本機の場合は、地上からのクリアランスとミサイルをはじめとした、大型兵装の搭載スペースを確保し、さらに決して余裕があるとは言えない水力を補うために、 空気抵抗の少ない中翼配置を採用している。そして主翼の付け根の前方の延長線上にカナードを装備した。全部胴体は内側にへこんだ逆三角形型をしており、エアインテークはそのへこんだ部分に、楕円形状に左右二箇所設けられている。エアインテーク前の機体形状は独特の曲線で構成されている。この設計により、 レーダー反射弾面積こそ台風により劣るものの、ステルス性を向上させている。富士儀が難しい予定における想定外の事態に対するリスクヘッジや任務、戦闘における生産性向上のために海軍機は総発であることが望ましいとされるが、海空等合機として設計されたラファールのエンジンも例外ではない。しかし総発型でありながら小型。 軽量の M88 エンジンの採用や配置の工夫によって機体そのものは非常にコンパクトにまとめられている。機体は静的安定性弱化がなされており、フライバイワイヤーにより操縦が行われている。操縦系統はデジタル系統が3チャンネル、アナログ系統が1チャンネルで機械系統は設けられていない。縦方向の制御には線尾翼にあたるカナードと 主翼内側のエレボンの双方を用いる。翼端にはミサイルランチャーがあり、それを含めたハードポイントは14箇所、海軍型は13箇所ある。固定武装として、左主翼付け根に 30M79130mm 機関砲を装備する。アビオニクス面では、ブニパシシブ式、フェーズドアレイレーダーやアースと、水戦術データリンクを搭載し、 さらに回、回 -22 や回 -35 といった、第5世代ジェット戦闘機に匹敵するセンサーフュージョン各種センサーの情報を一つの戦術情報に、統合して表示する能力を持つ。2012年からは、アクティブ式のブニ A への搭載が行われているほか、ブニの後継となるレーダーの開発も進められている。コックピットは、タッチパネル式の多機能ディスプレイを採用した、 グラスコックピットとなっており、サイドスティック式の操縦桿とスロットルレバーのデザインを統一することで操作性を高めていく。また、アメリカの JHMCS に相当するトポル、回、ヘッドマウントディスプレイの運用も可能。並走面では、マルチロール機として幅広いミッションを行うべく、これから開発されるものも含めた様々な兵器を使用できるようになっている。 海軍向けの艦載機型である M 型は、膠着装置の強化やアレスティングフックの改良などの回収により事長が6.5%増加しているが、基本的なシステムは空軍向けと同じで、高い共通性が持たされている。なお、海軍が配備を急いだことから、海軍向けの最初の10機は、空対空能力しか持たない、海一使用、続く15機は、 限定的な対地攻撃能力を持つ、海に仕様として引き渡され、それ以降の機体が完全な能力を持つ、F3 仕様となった。空軍向けの機体は、海に仕様の初期機体以外全機が、F3 仕様となっている。海一、海に仕様も F3 仕様に回収される予定だが、予算上の制約から、F3 仕様の完全配備は2020年頃まで、ずれ込む見込みとなっている。 2007年12月6日にンイコールディジェイコールロバンソン空軍基地所属の機体が夜間訓練飛行中に収益以来発の墜落事故を起こしている。2009年9月24日、非武装テスト飛行後、2機のラファールが空母シャルルド・ゴールに帰還中、フランス南西部の都市ペルピニャンから 30km の上空で衝突した。パイロットのフレンス・デュフロア、 死亡が確認され、もう一人は救助された。2010年11月28日空母、シャルルド・ゴールから飛び立った機体がアラビア海に墜落。この機体はアフガニスタンの作戦に参加する機体だった。パイロットは脱出に成功し、空母からの救助ヘリにより救助された。事故原因はパイロットによる燃料タンクの切り替えによって燃料不足で、 エンジンがストップしたためだった。2012年7月2日、共同訓練中、空母、シャルルド・ゴールから飛び立った機体が地中海に墜落。パイロットは脱出に成功、アメリカ海軍の空母、ドワイト・ディ・アイゼンハワーからの救助ヘリより救出された。ラファールは、輸出にも、積極的で、各国への売り込みを行っており、比較的高い評価を得ているが、 政治環境や契約内容により導入が決定した例は少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。